アルカションは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域県、ジロンド県のコミューン。アルカション1の衛星写真ランド地方、ボルドー南西34マイルの大西洋岸にあり、人気の海水浴場がある。良質の砂浜と穏やかな気候は、呼吸器官の病気に悩む人々に適しているとされる。アルカションは、アルカッショネーズという、 この地域独特の別荘の建築様式で知られている。ビクトリア町様式の建築で、同時代の人々には批判されたが、今は魅力的で人間的とみなされている。アルカションの街としての歴史は150年ほどである。1857年5月2日、フランス皇帝ナポレオン3世が公式の街の出生証明書に署名した。当時、松、歌詞、 シャクナゲカの常緑低木が生い茂る森があり、他と繋がる道もなかった。わずか400人足らずの漁夫や小坂みのリらが住む家があっただけだった。町ができたばかりの頃、一部の衛生学者らが海水浴を患者に勧め始め、企業からが3軒の海辺の別宅へ投資した。これが新しいライフスタイルの始まりとなった。地元住民の一部は自由な 新しい町、アルカションを建設するため、アルカション地域の土地を保有する、ラテストイコールドビュックの地主らから独立を求める、機会を得た。大西洋からの南部の入り口となる、アルカション湾は、ヨーロッパ最大の砂丘デュヌードピラをいただく。この砂丘は、全長 3km 近く、幅 500m、高さ 107m あり、年 5m の割合で内陸へ移動している。 最寄りの空港は、ラテストイコールドビュック空港。また鉄道では、フランス国鉄 TGV オットランティックを利用する。ありがとうございます。